いや皆さんお疲れ様です今回はね GDP についてお話ししようかと思うんですけども GDP がなかなか600兆円いかないなっていうところでね私はねこの GDP の中身すらだいぶ入れ替わったんだろうなーと思ってるんですよ。というのが30年前まではテレビを作ったり車を売ったり要するに物体のあるもののねやり取り交換によって GDP って生まれていたと思うんですよ。でも今は 多分デジタルコンテンツなんてのは物体が何も増えてないわけですよね。情報の交換によって、こうお金のやり取りが行われていて、それが GDP という価値を生んでるってことを考えると、そのバーチャルの世界での、あの、何、ハードディスクの中のメモリは増えてるわけなんですよ。でも、こう私たちの3次元には何も増えてないんですよね。言ってみれば4次元とか異次元にものすごく、こう、価値の流通が起きていて、その4次元のボリュームを GDP に今ね、 置き換えてるのかなと思ったらまさに異次元の金融緩和とかねあんな感じですよねまあそもそもお金っていう概念がバーチャルですからねうん。やっぱここに10万円ありましたって言ってもこの10万円が横の人から借りたもんだとしたら10万円という物体と10万円を貸したっていう債権が存在してるわけですからね 私には債務っていう10万のマイナスが存在していてマイナス10万とプラス10万を同時に持っているっていう状態なのにこの10万は自由に使えるってことですよねでこの10万を使うことによって20万にして債務の10万をお返しするとここがつっぺになって私のところに10万残るとだから元手がゼロなのにプラス10万とマイナス10万を同時に持つことによってチャンスが生まれるっていうね、まあ、こういうふうなあの形もできてきたのかなと思うとうん,なんかね ひきこもごもかなというところでございますちょっと行ってきます